長徳寺は、新潟県十日町市ともしげにある、総統州の単立寺院である。三号は、白雲山。周辺地域では、千住観音との故障で有名。創建は、延暦20年に、坂の上の田村マロが、遠い統制の際、この地を訪れ、千住観音像を守り本尊として安置したのが、始まりと伝えられている。当初建てられた。 観音像は、京都清水寺の本尊と同期の姉妹仏とも言われている。現在の長徳寺は、千住観音の別当として、信仰を集め、越後33観音令場第10番札所になっている。千住観音堂の二王門、木造混合力士像、境内の板火は10日、長指定有形文化財に指定されており、二王門については、寛演2年に、 出雲崎の大工を中心として建築した入りも屋作り三軒一個の二王門である。かやぶきの身の甲の曲線が美しく、足回り軸部、土橋、軒回り、妻飾り、柱間装置、天井などの構造手法が近世の寺院建築に指標を与えて貴重であるとされる。木造混合力士像については天意を頭上に、翻し、眉を逆立て目を開き、 阿行像は左手を振り上げて、金剛御を握り、運慶像は右手の腰を開いて、手のひらを前に見せて立つ姿をしている。江戸時代中から後期の作と思われ、二王門と共に、かつての戦術観論道の流星を伺い知ることができると、10日、調子教育委員会の説明にある。また、長徳寺の境内には、 鎌倉時代の痛みも発見されており、当時の信仰の交流を知ることができる貴重な資料となっている。毎年行われる千字観音のお礼大祭は1200年の伝統があると言われる参道には、たくさんの露店が立ち並び、演芸大会や花火大会が開催される。例年7月16日に前夜祭りとして、芸能大会や歌謡賞と終盤になって、 放納花火大会が行われる。17日には午前中からみこしが更新を始める。ありがとうございます。